ました。ここは箱根山ですね。どっちがいいんだろう。ちょっと三脚立てますね。おはようございます。聞こえますでしょうか。ここは箱根山ですね。今日来ました。でね、誰もいないかと思ったら下でなんかね、地元の人がね、お茶汲んだりなんかしてますよ。あれ何やってるか知らないけど、さっきに小さい子供がおばあちゃんがちょこっと上がってきて、大丈夫ですよって言ったけど降りちゃったね。であと何やってるっけ、10個と下げるか、10個だけ大丈夫かな。セミの音聞こえてますかね。トンネル登録ですね、していただいたんですけど、これちょっと見逃してて、4日前ぐらいにしていただいたみたいで、ニューライフエイドさんですね。この方ね、どこの人かな、どこか分かんないんですけど、基本は花とか、あとなんだっけな、あとライブとかも撮ってたのかな。なんか目標、なんかね、しんどい人ですね。はい。まだね、ちょっと全部見てないんで、なるべくね、いいやつをまたツイッターとかに上げておきたいと思ってます。それと、あとですね、まあ、これ言わないでもいいか。一応ね、星耳アットマークさん、相互フォローって言ってね、その人がなんかフォローしてくれました。それツイッターの方ですね。あ、これだ。マンフロットジャパン。これね、多分、老人と文学者さんの、一脚のやつ、あれを多分見たよみたいな、なんか多分ツイッターに貼ってたと思うんですけど、そしたらなんかね、いいねくれたよ。マンフロットジャパンさんですね。まだ三脚持ってませんけど、マンフロットジャパン。お願いします。あと何だっけ。あ、チャンネルバーテンダーさんか。バーテンダーさん。チャンネルバーテンダーさんですね。この人は、まあ結構ね、まあいろんなやつ撮ってる感じですね。自分と同じで、なんか、ああいうの撮ったり、こういうの撮ったりって感じでいろいろやってますけど、あと、そいつのやつは一応モノクロ、多分フィルムとデジタルがちょっと合わさってるような感じかもしれないですけど、それ、なんかちょっとね、あれだったんであげてます。あとなんか水族館のやつですね。二つ一応ツイッターの方にあげさせていただきますんで、お願いします。あとはですね、今日はツイッターあげさせていただきます。日々安子さんですね。まあ、この人は別に何もないんですけど、こっちが勝手に良かったんであげました。はい。この人のはね、この人のもなんか、水族館と、あとなんか、草を踏みしめるとかね、ああ、どうでも、ああでもない、こうでもないって言いながら、地元の人が自然とどうするべきかみたいなのを、まあ、ぼそぼそと話してるぐらいですね。一応そのぐらいなんですけど、まあ、単純にね、ちょっと草を踏む音が良かったんで、はい。まあ、応援してますんで、よろしくお願いします。で、あとはですね、まあ、これ、まあ、そのぐらいかな。なんか、お嬢さんのね、なんか面白いってこともないですけど、なんかお嬢さんのやつも、今たまたま出てきたんで、その辺を一応ツイッターに上げてますんで、よろしくお願いします。まあ、そのぐらいですかね。で、今、なんだっけ、今が、誰も上がってこない。今が7時26分ですね。ちょうどね、台風後のあれでね、ちょうど来たんですけど、やっぱね、近いっちゃ近いんですけどね、まあ、ちょうどいいぐらいになんか草が濡れててね、あ、こんな感じだったわ、みたいな。もう自分も山の人間ではないんですけど、まあ、それこそね、キャンプとかね、なんかそういう時のなんか、まあ、匂いなのかな。あとね、なんかこう、山道っていうかな、こう、緑があってこう来ると、まあ、山の人とかのとこ、なんか、こんにちは、とか、まあ、言うんでね。なんか、下の方の警備員の人とかにも、なんか、なんとなく、ちょっと言ってみるか、みたいな感じで、こんにちは、って言ったら、なんか、足もなんか小さい声で、こんにちは、って言ったからね。まあ、一応、まあ、こういう自然に帰ると、なんとなく、なんか、そういう感じになるのかもしれないね。普段ね、こんにちはなんて言わないけど。で
もなんかこんにちはこんにちはってね、そう言えたら ね渋谷とかでね、本当はね渋谷とかでこんにちはって言えたいんだけどね、まあなかなかそれはもう訓練だと思うんで、とりあえずこんにちはこんにちはいう練習して、人の顔をバシッと撮らせてもらえる、ね、写真撮れたらねいいですけど、まあ一応まあとりあえずは自然と触れ合って、まあ良かったですって感じです。ではこれちょっと長くなりましたけどね、本日もまあ皆さん元気でよろしくお願いします。バイバーイ。